院では足裏からその人の立ち方やバランスを見て体にかかる負担を取り除いていく治療をしています。良い足を作るために足先にテーピングをし、自然な形に戻してあげた状態から日常生活でも無理なく体が使えるように指導をしています。こんなに立ち方や歩き方で体に負担がかかっていたとは驚きました。今日先生から立ち方や歩き方のアドバイスをいただいたので、今後は気をつけていきたいと思います。継続して治療をすることにより健康な体を取り戻しましょう。全力で私たちがサポートいたします。ご来院お待ちしております。